元気が出るテレビがお送りするドッキリ企画。今回は道路上にベニヤ板を設置、その上に強力粘着テープを貼る。何も知らない通行人は工事現場と思ってやってきてくっついてしまう。その名も人間ゴキブリゾロゾロ。すごいなこのセット。これをこうして、外して、うわすっごい、見てくださいよ。私はこんなに変わるぐらいになかなか外れ。いや絶対いい男じゃねえか。なんとすごいですね。この上を歩いていくんです。一体どうなるんでしょう。これは楽しみですね。と女子中学生でしょうか。二人連れです。なんか恋の相談でもしてるんでしょうか。さあテープのところに差し掛かった。テープ差し掛かった。粘着テープのところに来た。おっと落としてしまった。大事な買い物かごを落としてしまった。あら大根が見えます。大根がべっとり。かごは出てくる。大根はどうなるんでしょうか。大根が今夜のおかずが取れない。申し訳ございません。管理者です。おっと後ろから正面が押してるわ。どうかな。立ち往生。何これ。おっと降りたら今度は足がまた引っ付いちゃった。後ろ引っ張ろうとしてるわ。三輪車ごとこけてしまいました。刺そうとしていながら、刺そうとしていながら、足の方、なんか気まずい雰囲気が流れております。サラリーマンが全然動きません。顔を見せようともしません。何も知らずに歩いてきたぞ。さあ粘着テープの行き方。見ての通りですね、夜もすっかりですね来てしまいました。夜はですね、パターンを変えてですねちょっとやってみたいと思います。うわー、立ち上がよね、おバカさんよね。さあさあ成功成功、今日も成功。これはおかしい。悪いなぁ。悪いよ。ね。ただ後ろからわーって悪いね。あれ倒れるのかな、ね。絶対倒れます。夜中にもっと強烈に夜中を置いといて、あぐるし見に行ったらいろんなもん引っかかってたから。変な強盗のおじさんかなんかこうやって捕まえて。これ変なカラスさんの風呂敷持ってこんな吹いて。そういうのもしいですね。俺は知らない、俺は出るぞって。ね、仕掛けのようで。仕掛けで。ねえ。泥棒のおじさんが捕まったりさ、ジャイアント馬場さんなんかいたら笑うとこって。なんかそれやこの野郎。なかなか。ね。はい。人間ゴキブリドロドロの大会でございました。